J リーグしか知らない世界始まりました。この動画は J リーグに関するさまざまな疑問・質問についてその道のプロを呼んでコミカルに紐解いていこうという企画です。第2弾も豪華なゲストに来ていただいております。元サッカー日本代表佐藤寿人さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします、はい、佐藤さんといえば現役時代は J リーグリーグ戦通算220得点なんと歴代1位最多 J1 で161得点 J2 で59得点と日本代表はもちろんですけども J リーグの MVP や得点王にも輝いております。まずこちらですね、はい、日本代表のギャラについてなんかギャラって言うとあれですね急になんかちょっとそもそも日本代表に選ばれると、はいはい、お金をもらえるものなんですか。もちろんその、まあ、代表選手として活動するところの日当っていうのが1日あたりいくらっていうのが多分アンダー20のところぐらいからはもうそういう日当が支払われていたなっていうのは、まあ、認識としてありますし、うん、まあ、もちろんそこはあの世代別によって金額が変わってきたりとか、まあ、どちらかというとその日当っていうのは多分その代表活動におけるいろんな細かいかかる費用、うん、あの多分そういう名目であの支払われていたんじゃないかなっていうのは感じますけど、選手個人に支払われる。そうですね、例えば10日間、活動するのであれば、はい、1日あったらいくらかける10日分があのその活動終わった後に、まあ、選手個人に支払われるっていう、うん、でもクラブからも元々の金額はあのクラブ離れても払われてるので選手とすると感覚では二重にもらえてるなんて、はい、感覚あります。そうなんですか、はい、でもやっぱりかかる分もあるんで、あ、はい、拘束される分。そうですね。 あと気になったのは洗濯物の話。あ、そうですね、ちょっと、はい、あのギャラとは違いますけど報酬とは違いますけど、あのちょうど僕が初めて2006年代表入った時にドイツのワールドカップの、開幕半年前だったので合宿が行っていればいろんなこう自分の着たもの、はい、あのそれこそ下着とか、はいはいはい、例えば T シャツとか、はい、なんかやっぱり自分でまた別に着るものとかは、うん、あのその都度やっぱり代表のウェアと一緒に洗濯に出していたんですけど、うん、あのそのドイツでやはりああいったちょっとこう望んでいない結果になってしまったので、うん、その2006年のドイツワールドカップ終わった後にちょっとそこの見直しがあって、それこそ代表選手が自分で履いてる下着とかを自分で風呂場で洗うみたいな結局ホテルに泊まってることほどなの でホテルで下着を毎回毎回そのクリーニング出すっていうわけにもいかないですし、それこそ出してる選手もいましたよ。でもまあ下着1枚洗うのに下着にアイロンかけてとか本当に700、800円あのかかるんで、まあホテルの部屋の風呂場でお風呂入りながら洗って干してとかしてましたね。ただそれもちょっと選手サイドからいやさすがにこれはないんじゃないのっていう話が何度かあって、結局元に戻ってまとめて代表のトレーニングウェアと一緒に出していいですよっていう形には戻りました。じゃあドイツワールドカップ前までは、はい、その代表のトレーニングウェアなどと一緒に一緒になって、まあ、自分の洗濯物もやってもらってた。そうですね、まあ、本当にいろんな部分で至れり尽くせりの状態で、ただ本大会がああいった結果になってしまったんで、はい、やっぱりそこはちょっともう一回厳しくしようっていうので、そういう意味で意味だと思います。でもその遠いタイミングで代表に入ってくる選手もいるので、はいはいはい、いやクラブは普通に洗ってくれるけど、うん、なんで代表こんなに厳しいのみたいないや見たくないですよね、代表選手が自分の下着を風呂場でこうやってゴシゴシボディーソープと一緒にこうやって洗って、それこそ部屋でこうやって干してるの先ほどもちょっとお話出たんですけど、ボーナスについていろいろあるんですか、うん、選手を受け取るボーナスというのは。まあ、基本的に年俸以外にもちろんその試合に勝つっていうところでは、まあ、勝利給とか勝利給、はい、でまあ、出場給っていうのも、まあ、試合に出たらいくらっていうのはこれはもう時代として出場給があったクラブの方が圧倒的に多かったですね。途中出場でもあるんですか。あります、あの割合ですね、まあ、スタメンで出た選手は、まあ、後半もピッチに立っていれば 100% 支払われる。途中で交代しても。そうですね、例えば60分で交代してもどのチームも30分以上45分未満っていうのが4分の3で、結構いいのが
1分でも出ると50%。だから面白いのがアディショナルタイムの1分と、29分のプレー時間が、これはもう出場級とか勝利級 の, そのボーナスのところでは同じ扱いなんですよ。そうなんです。おかしな話ですけど1分の人と29分のもらえる金額が一緒っていう。だからそういう目で見ていただけたら、そういうことですね。すごいリードしててアディショナルタイム1分出てきたら、うんうん、よくあるじゃないですか、その有効体というのも。ただもしかしたらこれあんまダメかな、いやあのいい選手の目がお金の出場しなくてそういうことですね。いやいや、まあそうですね。で逆に途中から出る選手で面白いのが、後半の15分っていうのは結構そのラインで、はい、10分ぐらいに呼ばれたら、はい、その15分前にピッチに入るわけじゃないですか、はい、でも実際あのいろいろ手続きしてピッチ脇に立ったところが14分とかだと、いつボールが出るかで、これがもう16分になったらアウトっていうかだから結構ね、早く出せ早く出せっていう感じですよねなるほど。そう、後半10分ぐらいで交代に準備してるんだったらなるべくボールは出してあげましょうっていう感じです、はい、ただやっぱり試合に負けてるのになんでそういうボーナスがあるんだっていう、ちょっとそういう認識になった時代から、言葉として出場勝利球みたいな、その勝利あの勝って初めてボーナスが支払われるっていうのに変わりましたね。それまでは例えばですけど出場球と勝利球が半々とか、だから負けても半分はボーナスとしてありますよ、でも勝って出て 100% ボーナスですみたいな。だから選手とするとあのこの出場球がなくなるっていうのは勝たないとボーナス支払われないんで死活問題ですね。僕実際、仙台に移籍した時に、まあ、結婚してすぐっていうのもありましたし、ちょっといい高めの炊飯器が欲しいなと思って、でそれをちょっとじゃあ次の試合で勝ったら、うん、その勝利球で買おうっていうのを妻と話して、うん、はいはい、そっからまさかの16試合あの勝ち星なしっていう、あのそういう魔の時間に入ってしまって、春先ぐらいに買おうかって言ってたのが、はい、買えたのがもう秋終わりみたいな、まあ、ちょうどお米が美味しい時期だったんでよかったんですけど僕はこれ少し嬉しかったことが、はい、サンフレッチェ広島時代にハシェックが、はいはい、94年ですかねぐらいに、シーズン19ゴールっていうのがクラブのワンシーズンでの最多得点だったんですよね、 J1 における。でそれを僕は毎年2005年の加入から、18-18っていう形でそのハシェックを抜けずにいて、うん、である時初優勝の前ぐらいのタイミングで、まあ、こういったクラブと交渉していくところで僕から言ったわけではなくて、クラブ側がやっぱりハシェックのこの19を塗り替えてほしい、超えてほしいっていうので、新たにこのハシェック超えのボーナスを設定してくれたんですよ。そうなんですか。それはすごい僕はクラブの心意気を感じましたし、まあ、結果的に初優勝になった2012年にそのハシェックを超える22ゴールって奪うことができて、僕は結果的にそのあのクラブが作ってくれたハシェック超えのボーナスをいただくことができましたし、なんかそこはそれは毎回僕ら選手サイドがこういうボーナス欲しいです、こういうのできないですか、どうですかっていうのを交渉するんですけど、クラブ側がいやこれはどうって言ってきてくれた初めてのことだったんですよね。クラブだったら別に払わなくていいことをわざわざ提示することないじゃないですか。でもクラブは選手にこれは一つのモチベーションとして頑張ってほしいっていうので提示してくれたんで、普通に嬉しかったですね。なんかそういう思いでいてくれてるんだ。あとは、まあ、よく言う人参作戦みたいなのってあるじゃないですか。あの人の目の前にこうやって人参ぶら下げたら頑張れるって思われがちなんですけど、これ意外と逆効果なんですよね。例えば残留争いしてるクラブ、例えばこの試合に勝ったら普段の勝利球の倍出します、僕経験者で3倍出しますっていうクラブもあったんですよ。でも大体そういう時って勝てないですから。あ、そうですか。だからそんなんで目の前にお金がぶら下がってて、じゃあ一歩が出るとかプレーが成功するとかそんなとこないわけじゃないですか。むしろそれができてないからこの順位にいるわけで、そこは根本的な解決じゃなくてむしろマイナス。逆にそういう人参ぶら下げるんだったら、僕も経験としてあったんですけど、はい、すごい大事な試合で本当にみんながいいパフォーマンス見せて勝った後に、いや今日の戦いは素晴らしかったからこの試合
倍にするっていう、後付けで言うことの方が選手はクラブとしては別に払わなくていい金額をわざわざ今日のパフォーマンスをちゃんと評価してくれてこう倍にしてくれる。でそれはやっぱり選手とそのクラブの関係性がまた良くなるんで、うん、こう次に向けるパワーとしては一番最高な形で、うん、人参作戦のやり方っていうのもすごい大事です。大事なんです。じゃあ選手って年俸とは別に結構やっぱもらってるもんなんですね、うんうん、あの基本ベース以外にはやっぱりありますね。でもやっぱり結果を出さないとそういうボーナスもついてこないので、本当に勝てないとやっぱり炊飯器買えないとかありますから、はい、